バーノン・ウェルズ、バーノン・マイケル・ウェルズ3世、バーノン・マイケル・ウェルズ3、1978年12月8日台は、アメリカ合衆国ルイジアナ州、シュリーブポート出身のプロ野球選手、外野手、右投げ右打ち。1978年に、ルイジアナ州シュリーブポートで生まれる。父バーノン・ジュニアは、テキサス・クリスチャン大学と CFL カルガリー、スタンピーダーズで活躍したワイドレシーバーであり、引退後はスポーツ選手の肖像画を専門とする画家として活動していた。1988年にテキサス州アーリントンへ移り住む。7歳で野球を始めてからは二塁手としてプレーしていたが、テキサスへ移って間もない頃にイレギュラーしたボールを顔面に受けるアクシデントに見舞われ、中堅手に転向した。父の仕事の関係で、テキサスレンジャーズの本拠地アーリントンスタジアムのビジタークラブハウスに出入りしていたウェルズは、リッキー・ヘンダーソン、デーブ・パーカー、デーブ・スチュワートと親しくなった。特にスチュワートは、ウェルズが出場するリトルリーグの試合をわざわざ見に来るほどだった。地元のに進学後は、野球の他にアメリカンフットボールのクォーターバックとしても活躍。野球では、早くから、メジャーリーグのスカウト陣の注目を集める存在になっていた。最終学年時には打率565、7本塁打、24盗塁を記録し、USAトゥデイからテキサス州の最優秀選手に選ばれた。卒業後は野球とフットボールの両立を目指してテキサス大学オースティンへの進学を予定していた。のドラフト1巡目。全体5位でトロントブルージェイズから指名され、プロ入りを果たす。1年目は 1A-9 ニューヨークペンリーグのセントキャサリンズでプレーし、オプス887の好成績をマーク。同リーグのオールスターにも選ばれた。は 1A 級でスタートし、1番打者を任されたが、4月は打率1割台と低迷。後半戦は持ち直したが、上のクラスへの昇格は叶わなかった。1A+9 で開幕を迎えると、AA 級、AAA 級を経て8月30日のメジャーデビュー。までは、9月のロースター拡大の際にメジャーに招集され、プレーの機会を与えられていた。2、スタメンの座を手に入れ、2001年までに130以上の打数のため新人王こそ、チームメイトのエリック・ヒンスキーが受賞したが、159試合出場、打率275、本塁打23本、打点100を記録。2は、さらに打棒が爆発し、7月15日、オールスターに初出場。161試合出場、打率317、本塁打33本、打点117を記録し、リーグ1位の49二塁打。2、トニー・フェルナンデスが記録した、球団記録213本安打を更新する215安打を放った。シルバースラッガー賞を初受賞し、球団とは5年総額1470万ドルで契約延長した。からは若干成績を落としたが、ゴールドグラブ賞をまで3年連続で受賞し、2005年は守備機会351で失策が0だった。2004年シーズン後に行われた日米野球では MVP を獲得している。トロイ・グロースとライル・オーバーベイの加入に伴い、ウェルズに対する警戒が甘くなったは、打率303、32本塁打、106打点を記録し、2003年以来の3割、30本塁打100打点を達成。また、自己最多の17盗塁を決めている。その年のオフにはから球団史上最高の7年、総額1億2600万ドルで契約を結んだ。総額では同じ年にシカゴカブスと契約したアルフォンソ・ソリーノに次ぐ歴代6位の大型契約であった。ただし、本拠地が人工芝球場で若くからプレーした大型中堅手は故障が多く、肉体的衰えが早いことが、ケン・グリフィー・ジュニアが大型契約を負んだ後に、パフォーマンスが著しく低下した例から明らかになっており、この契約には疑問の声も多かった。肩の痛みが不調の要因の一つとなり、2007年は打率 245.16 本塁打とメジャー定着後最低の成績となり、2004年から獲得していたゴールドグラブ賞も3年連続で途切れた。故障者リスト入りで閉幕を迎え、その後ろ肩の手術を受けた。も序盤は打撃不振が続いたが、シーズン終盤に復調し、最終戦で2本塁打を放ち2年ぶりに打率300と20本塁打をクリアした。最終的に打率 300.20 本塁打78打点という成績を記録した。しかし、その一方で5月に左肘を、7月に左膝を痛めて2度故障者リスト入りしたため、108試合の出場にとどまった。は相次ぐ故障からの復活を目指し、個人トレーナーを雇って肉体改造に着手。その結果、2004年以降では最多の158試合に出場し、故障の不安を払拭した。しかし、打撃は深刻な不振に陥り、本塁打、打点はレギュラー定着後では最低の数字に終わった。特に得点圏打率は205と振るわず、シーズン終盤は下位打線を打つことが多くなった。本拠地のロジャースセンターでは地元ファンからブーイングを浴びせられることもあった。2007年以降、大型契約に見合わない成績が続き、2010年から5年、総額1億600万ドルという、著しく巨額の支払いが残ることもあり、不良債権の代名詞的存在になってしまった。ESPN は、ウェルズをトレード価値がない選手2位に選び、1位は、バリージと、低調な打撃成績と狭まった守備範囲が巨額の契約に見合わないと指摘した。また、スポーツイラストレーテッドは現役選手を対象にした最悪の契約ランキング1位にウェルズを選んだ。オフには打撃不振の原因となった左手首の手術を受けた。は、開幕3戦で4本塁打するなど4、5月は好調で長打を量産。前半戦終了時点で19本塁打を放ち、選手間、投票3位で4年ぶりにオールスター出場を果たした。後半戦は調子を落として、打率を下げたが、最終的に4年ぶりとなる30本塁打、42塁打を達成した。1月21日、マイク・ナポリ、フアン・リベラとのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスに移籍した。同年から2014年まで4年8600万ドルの契約を残しているウェルズの放出は極めて困難と見方が強かったため、トレードの成立は各方面で驚きをもって受け止められた。巨額の契約の大半を引き継ぐことになったエンゼルスには批判的な報道が目立ち、ESPN はエンゼルスは最悪のトレードを行った、CBS スポーツはウェルズを獲得するぐらいなら何もしない方がマシだったと酷評した。は散々なシーズンだった。打率218、出塁率248はいずれも MLB ワーストで、大方の予想通りトレードは失敗に終わった。チームも2年連続でプレーオフ進出を逃し、9月30日にはトニー・リーギンス GM が辞任した。は5月21日に、右手の親指の靭帯を損傷し、故障者リスト入り。7月に復帰してからは、マイク・トラウトの台頭とマーク・トランボの外野転向により、レギュラーの座を剥奪された。2月25日、現行契約が満了する2014年のシーズンを最後に現役を引退する意向を示した。2013年3月26日に、エクシカルド・ケヨンズ、クレーマース・ニードとのトレードで、ニューヨークヤンキースに移籍。ブルージェイズ時代からつけていた背番号10はフィルリズーの永久欠番だったため12に決まった。5月8日には3塁を、5月15日には2塁をプロ入り後初めて守った。7月26日にアルフォンソ・ソリアーノがヤンキースに移籍してきたため背番を譲り、自身は22に変更した。8月5日にはプロ入り後初めて1塁を守った。1月10日にDFAとなり、1月15日に放出された。全盛期には、ブラディミール・ゲレーロなどと並ぶ5ツールプレイヤーの一人と言われていた。しかし、上記選手に比べると、継続した好成績を残せていない。特に7年総額1億2600万ドルの大型契約を結んでからは、人工芝球場をホームに、長年中堅手として大柄な体格でプレーしたツケが出て、故障勝ちとなり、成績が低下してしまった。打撃面では、積極的に打つ傾向があり、1打席あたりの球数の少なさはメジャーでもトップクラスに入る。PPA は2009年がワースト5位、2010年がワースト4位だった。そのため、四球数は毎年50前後で推移し、出塁率はあまり良くない。近年は左投手を苦手にしており、2010年は対右投手のオプス895に比べて、対左投手のオプスは643に止まった。ライナー性の打球が多いラインドライブヒッターであり、典型的なプルヒッターでもある。守備面では2004年から2006年にかけて3年連続でゴールドグラブ賞を獲得している。しかし、近年は中堅の守備範囲が狭まり、2008年、2009年のザー、守備防御点は中堅手としてはメジャー最低レベルである。2010年は若干の改善を見せたが、依然としてリーグ平均以下の数値を記録している。盗塁数は少ないが、決して足が遅いというわけではなく、守備や走塁でその俊敏さを活かしている。様々な慈善活動に非常に熱心に取り組んでいることで知られている。2008年には財団バーノンウェルズパーフェクト10ファンデーションを設立し、テキサス州北部のホームレスチルドレンへの支援を行っている。ロベルト・クレメンテ賞の候補にも複数回ノミネートされている。2010年、社会福祉活動に功績のあった選手に贈られるブランチ・リッキー賞を受賞した。マイケル・ヤングとはマイナーリーグ時代からの友人。家族は妻と息子2人。NFL ダラスカウボーイズのファンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。